仲間のウルトかこれ。今回は今期登場の新作バトロワ運命のトリガーザ・ノビタの先行招待会の様子をお届けします。このゲーム結構気になってるって方も、いや知らなかったわって方も、ぜひ見てみてくれたら嬉しいです。おはようございます。こういうイベントは初なんですけども、アプリの試遊会に行ってこようと思います。めっちゃ楽しみです。行ってきます。いやちょっとまだリビングでね、人が寝てるんで、はい、静かにしていきたいと思います。冒頭の映像が必要だったかどうかは置いといて、試遊会の会場に到着しました。普段は e スポーツカフェとして使われてる会場です。見てください、これちゃんと招待者として名前がありますよ。今回の招待会はゲストにゲームのことを知ってもらい、かつ SNS とかでも発信をして告知をお手伝いしようというものです。ゲームにも気合が入ってるんですけど、会場にも気合が入っていて、軽食的なものもすごく可愛かったですよ。今回のゲーム運命のトリガーザ・ノビタはなんとめちゃくちゃたくさんのハードウェア展開が決まっていて、この部分を見ても分かる通り、プレイステーション、スチーム、Xbox、Epic、そして Apple と Android、 本当に多くのハードウェアで展開されることが決まっているので、広く誰でも遊べるゲームになってるんじゃないかなって思います。それでは早速ゲーム画面に行きましょう。アルカイの目のソースに応用する技術は時代をはるかに先取りしていたわ。それに比べたら私たちの研究所なんてお粗末なものよ。一体誰があんな技術を開発したのかしら。まず最近のゲームではマジでここ気合入ってるなって思うのが、声優さんが超強い。もう気合が入りすぎてて、声優さん推しでこのゲーム始めるって人もいるんじゃないかなってぐらいです。個人的にこれすげえいいなって思ったのが、伏せ打ちがかっこいいんですよね。まあ、よくほふく前進で打てたりとかっていうのはあると思うんですけど、このね、伏せてる状態で体をひねったりしながら360度見渡せるとか、あとゲームシステム的にはマップの広さとか車に乗れたりとか、 PUBG や荒野行動に近いゲーム性ではあるんですけど、そこに加えて Apex みたいなアビリティとかウルトが加わって、打ち合いや戦略といった FPS の醍醐味は残しつつ、アビリティを駆使した戦略の広がりだったりとか、一発逆転みたいなドラマチックな展開も今後生まれてくるんじゃないかなって思います。操作性自体はすごく軽くて、ゲームのメインディレクターも PUBG モバイルの元開発初期メンバーだったりとか、完成度の高いゲームになる条件がかなり揃ってるような気がします。せっかくなので現状で実装が決まっているキャラクターを紹介させていただきます。おいおい男性キャラクターも出てくるらしいんですけど、試遊会の時は現状女性だけでした。あ、一応全員めちゃくちゃ可愛いです。戦闘準備完了。砲を上げて船出すればみんな海の星になれる。私がこの世界を照らしてあげる。いつでもご命令を。独立した個体もそれだけでは存在できません。秘密を暴いても思い出が壊れるだけです。あ、ごめんなさい、私またぼーっとしてました。いや素晴らしい。多分このゲームの目的は世界平和です。そして当日は豪華なメンバーに囲まれてエキシビションマッチも開催されました。では本日試合の開始です。あ、やべ、誰かいない。あ、やばい、すいません、ちょっと待ってください。エスケープボタッチしました。すいません、もう一回お願いします。よし、今度は秘密を暴いても思い出が壊れるだけです。あ、始まる始まる、始まったんだ。早っ、どこ降りましょう。もう任せます。降りるところは任せます。いい感じにお願いします。了解です。はい、いや僕もそこ行きたいと思ってたんですけど。本当ですか？昨日の夜から決めてましたね、ここ行こう。あ、中の人だったんだ。実はそうなんですよ、携わってました。怒られるやつ。大丈夫そうですね、周り誰もいなさそうな感じです。ね、何で降りれるんだこれですね。え、なんかかっこいい。かわいいな、こんな、すごい鼻ある。これ多分 PUBG とかみたいな感覚なら車ありきですよね、移動。
そうですよね、一応あって寄せて、ちょっとアビ使ってみますね。アミ、あ、アビリティを投石すると、あ、でこれで40秒あるんだ、クールタイム長っ。これはないかな。なんか1台あるってジラールさんが言ってくれたかも。あ、本当ですか。それ僕練習してた時の話なんで、ごめんなさい。あれ聞こえてないのかこれ今。あ、え、聞こえてますよ。あ、なんか音質で聞き取れなかった。音質が、そうですね、もうガビガビとなってしまった。そうですよね。裏で行きましょう。 OK です。バール居住エリア、これ水の上行けるかな。行ける。あ、でも川じゃない。え、何それすごっ。え、冒険します。盛り上がってるな。行きます、あさったら。 OK です、行きましょうか。車増やしてもいいですね。ありますか。あ、車は。あ、いいですね。あ、もう一台ある。増やします。増やします。うん、あった方がいい、いっぱい。こんなに安全ムーブしてるのうちのチームぐらいの気がします。僕もそんな気がします。そんなにマウス欲しいかって言われるかもしれない。こっち強くない。あ、レイシーさんのとこですか。そこ取れちゃうな、そこの方がいいですね、絶対。あ、すごい、屋根の折れソース。行きましょう。すごいちゃんとしてる。すごいちゃんとしてる。でも僕ら多分後ろから来ることって多分ほぼないですよね。あんまなさそう。ね、なんかなさそうですよね。ストレイクしようとしちゃうんだよな。わかる。ホイールにさっき一回全身とジャンプ入れましたもん。できるかなって。あ、なんか銃声？今こ、されました。今こっちでなんか銃声、銃撃マーク出ませんでした。あ、います、あっちの上。まあ、そうですよね。すごい、はい、偏差どんな感じなんだろう。ここへ行く。ちょっと撃ってみていいですか。大丈夫ですよ。いるとこピン立てておきますね。あ、偏差ない偏差ないチャンジャンジ。あ、車だ。車でかい。あ、なんかウルト降ってる。あ、ここここここ。で強いんだよな。あ、やっぱ？ちょ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 。めっちゃ出てきた。スニーパーかな。時間は待ってくれないわよ。あれか。おお、うま。アーマーとさらに HP 半分まで削られちゃったんだ、一発。黄色と緑ってことですよね。あの人うまいな。もう一枚かけてるのか、多分。そっか。ね。おっしゃ。あ、これ強っ。この距離で90入るんですけど。いや、え、決勝だ。お、これ僕なんで。どんな障害も乗り越え。どうやってやるの。話します。あ、すごいすごいすごい。あ、なんかあれ多分決勝一撃っぽいっすね。やば。なんか体力すごい。なんですなんです。あざ。最高のコンディションが保てる。あ、それ来たかも。なんか水のやつが来た、水のやつが来た。もう張り付いてます。青い家の裏。展開します。展開します。青、青、了解です。そう、青い家の、いつもの青い家の裏に。右、右詰めてます、それ。この人の、この人の、下の人の。あ、なんか一人。やっぱ。増やした方がいいもんですね。最高のコンディションが保てる。張り付いてたけど消えた。なんかここにいた人一人死にました？あ、あれか。多分、も、潜ったんだ。ええ、すごい、すごい、すごい。グレー今から投げるところらへんに一人いる。これ攻めちゃったのいいかもしれない。ありっすね。分かりました、分かりました。このどこ？ちょっとごめん、立てる。これ乗れんの俺。うるそ。あ、いいよ、これ。これ一人。これ僕のウルトっす。なんかモクモクしてる。で、なんやろ。多分中入ると多分敵見えるんじゃないかな。うん、これどこ？なんか一人結構ローにしてます。あ、これあれか、仲間のウルトか、これ。え、やった、なんか2人やった、2人やった、2人やった。あと1人かも。ナイス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 。1人多分、1人だけ逃げたっすね。多分今これ飛んでるのが、飛んでる人がいるんで。オッケーです。
あ、今のチームってもう一人しか残ってないって。あ、そこいますね。木の裏です。木の裏でよかい。でもまだあと30秒。63がね。これ、紫はもやった。了解です。相手一人っすか。なんか飛んだ人だったら一人、ワンチャン一人かも。はい、いや、展開したら終わりじゃないですか、これ。あ、一人生き返った。8人になった。うわ、マジか、1回。生き返れるんだ。あ、そこ時間？あ、それはよこしよこし。この両線にいるか。ロスターゾーン拡張。なっちゃったな、俺。次の計画は行く。小野さん、いい位置ですね、それ。あ、それ強い。あ、やばすね、これ。下行くない？行きます、行きます。ちょい。それ、しか入れます、キャン。あれが立った。あの、小田さんがいるところに一人残ってます。これ3一発しか入れてない。あ、すごいすごいすごい、それめちゃくちゃいい、それ僕の前にしてる。このヘルメットが強い。ナイス、強っ。1人見えた。右、ドライブ展開してる。グレー投げたとこ。これ一人違いますわ。大丈夫、大丈夫、やってる。あ、もう一回、もう一回しか入れてね。まだいる、まだいる。でも、ひんし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 。ナイス、ナイス。泣いちゃう。素晴らしい。熱っ。何もしてないと75段になってウルトがめっちゃ強かったです。楽しい、このゲーム。マップが想像以上に広かったんで、なんかきっとそのなんかマップいろんなとこ探したりするのも楽しいんだろうなってすごい思いましたし、なんか戦闘は戦闘ですごい迫力もあるし、遠距離は遠距離で楽しいし、なんか今全体的にめちゃくちゃ楽しいな。ありがとうございます。ちなみにどのキャラクター推しとか何か使いやすいかと思います。めっちゃセクシーな人を使いました。ハクスリー。あー、サバシロさんの推しでセクシーだね。サバシロさんのあー、なんかセクシー感。そうですね、スキャンできるキャラ。エンビスですね、キャラではね。S4 のマイノックを推しました。それ投げてたんですけど、よく分かんなかった。よくわからない。まあこれから慣れていっていく。はい、頑張って。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、そして勝利した皆さんには開発の方より商品としてゲーミングマウス G502 が贈られます。あ、違う。はい、ということで今回は運命のトリガーザ・のび太の先行招待試遊会に参加をさせていただきました。新しい FPS ゲームの最初のお披露目に顔を出させていただけるというのはものすごく感謝です。そしてこのエキシビションマッチが終わった後に実際のゲームデザイナーさんとどんなところが良かったか、逆にどんなところが微妙だったかということで意見交換もありました。その場面の映像はちょっとないんですけど、僕もいくつか質問をさせていただいたりとか確認をしたこともありました。その中ですごく印象に残っていることがあって、チーター対策はどうなのかということの話が出た際に、もうすでにチート対策の専任チームを置いてめちゃめちゃ危惧してるって話をしていたので、ポジティブな情報更新の速度や頻度もすごそうだし、チート対策に関してもしっかりと準備をしているっぽかったので、その点についてもめちゃくちゃ期待できるゲームだなって感じがしました。そしてこの新しいゲームは間もなくアルファテストが始まります。このアルファテストはエントリー制になっていて、概要欄にキー申請をするエントリー先を貼っておきますので、ぜひこちらも確認をしてみてください。さらにこちらのゲーム、通称ウントリですが、東京ゲームショーにも出展をされることが決まっているみたいです。最初に画像が出ていたこれマウスパッドなんですけど、実は右下に TGS 限定品って書いてあるんですよ。もしかしたらこれ東京ゲームショーでブースに行ったらもらえるものなのかもしれません。ぜひ東京ゲームショーに行くよって人はこちらもチェックをしていただけたら嬉しいなって思います。ということで長いこと解説をさせていただきました。運命のトリガーザ・のび太先行招待試遊会にお呼びいただきましたということで、めちゃくちゃ嬉しいニュースの動画になりました。今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。まだしてくれてない方はぜひチャンネル登録、高評価、 X のフォローもよろしくお願いします。ここまでのお相手はのったんでした。それではまた。